皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサは誰か人が来た時、すぐドアを開ける人？例えば、電気屋さんとかガス屋さんとか。当たり前だろ。自分の家を点検してくれるんだから、すぐ開けるに決まってるんだぜ。ああ。ダメね。それだと最悪な目に遭っちゃうかもしれないわよ。どういうことなんだ？なんでガス屋や電気屋が来たのに、すぐドアを開けちゃダメなんだよ。実は最近、ガス屋を名乗って強盗する事件が多いのよ。ガス屋を名乗る強盗？それって最新の手口ってことか？そう。前は空き巣とかが多かったけど、こういう手は年々巧みになっているの。ガス屋を名乗れば、一見強盗だってわからないし家にもすぐあげちゃうでしょ？確かに。完全に安心しきってるもんな。じゃあ今回はそんな、ガス点検強盗をテーマにいろいろ解説していくわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、このガス点検強盗ってどんなものか説明していくわね。そのまんまだろ。そうなんだけど、まあ聞いてよ。知らない人もいるかもしれないんだから。そうだな、わかった。大半の手口がガス屋の格好をして、ガスの点検に来ましたって二人組で家にやってくるわ。本物のガス点検も二人組だったりするもんな。そうね。でも家に上がってからの手口はいろんな方法があるわ。あるところでは、住人の口や両手足を粘着テープで縛ったり、金はどこだ？って脅したり。神奈川県や千葉県警によると、被害者は50代から90代の高齢者。9件中5件の被害で男女5人が暴行されて、顔などに軽い怪我を負ってるの。本当に強盗だな。まあ偽物だから本当にガス点検できるわけないもんな。そうよ。家に上がればこっちのもんって考えなんじゃないかしら。だから7件で数万から30万円の現金やキャッシュカードが奪われていて、川崎市の事件ではキャッシュカードから50万円が引き出されていたことが判明したのよ。なんてひどい強盗なんだ。でもそんな頻繁に起こるもんなのか？このガス点検強盗って。そう思うでしょ？でもね、一時期では、1ヶ月未満なのに千葉県で1件、神奈川県で4件、東京都で3件とかなりの数が起きてるの。1ヶ月も経たないうちに？結構な頻度で起こってるんだな。しかも各地で。そうなのよ。だからこのガス点検強盗は注目されているの。そうなのか。軽く考えてるだけじゃダメってことだな。そうよ。でもマリサ思うんだよ。お金を奪うだけだったら、わざわざリスクのある方を選ばないだろ？例えば電話をかけて家に誰かいるのか、それともいないのかを確認してから家に強盗しに入る方が良くないか？確かに。その方がリスクが少ないわね。なのに、なんであえて電話をかけて在宅してることがわかってるのに、強盗なんてするんだよ。そうね。マリサの言う通り、その方が捕まるリスクは少ないわ。でもよく考えてみて。振り込み詐欺も同じような手口でしょ？電話をかけて、住人に振り込まないといけないように騙してる。確かにそうだな。ガス点検強盗はまさにそれの応用編なのよ。これまで特殊な詐欺をしていた犯罪グループの手口の延長線上なのよ。ってことは、黒幕がいるってことか？そう考えられているわ。そうなのか。でもそれと在宅しているのに狙う理由には繋がらなくないか？そうね。なぜ在宅している時に狙うのかは、大きく分けて2つの理由に考えられるわ。2つ？そう。1つ目としては、キャッシュカードを奪って家にある現金以上の金額を取ろうとするってこと。確かに家にある現金って限られてるよな。でも、キャッシュカードって暗証番号がないとお金を引き出せなくないか？そうよ。だからこそのガス点検強盗なのよ。最近は特殊詐欺の対策がされるようになって、簡単に暗証番号を教えない人たちが増えたの。だから、強盗っていう方法で相手をテープで縛って脅すことで暗証番号を聞き出すのよ。なんか荒っぽい手口だな。それで、2つ目は？2つ目は、黒幕から指示されてやっているパターン。これまた単純な理由だな。そうね。現時点でこのガス点検強盗の1人が捕まっているんだけど、その人物がなんと、テレビドラマにも出演したことある元タレントの男性だったの。元タレントの男？そんな奴がガス点検強盗なんてやってたのか？そうなの。その人曰く、多額の借金を背負っててお金に困ってたらしいわ。そうなのか。確かにこのご時世、仕事がなくなってお金に困ってる人も多いよな。そうなの。
だからそういう人たちを使うことで組織化して、犯罪を行っているのよ。そういうお金に困ってる人たちを誘うわけだな、黒幕は。そういうこと。こういうのは闇バイトとして募集をかけて、人を集めているって噂もあるわ。闇バイトか。確かに高額なバイトが多いって聞くけど、こういう犯罪にも闇バイトとして募集をしてるんだな。そうよ。黒幕の大半は、絶対に捕まらないと興味を持った人たちを安心させて雇うらしいわ。でもそれは真っ赤な嘘。捜査が進めば、間違いなく捕まってしまうんだから。黒幕が捕まらないのも、こういうのがあるからなんだろうな。そうね。黒幕にとってはうまく利用できるただの捨て駒でしかないってことよ。なんだかある意味、その犯罪をした側もかわいそうだったりするのかもな。と言っても犯罪は犯罪だから捕まっても仕方ないことなんだけどさ。そうね、ある意味そういう人たちも被害者かもしれないわね。でも実際に被害に遭った住人が一番の被害者だよな。このガス点検強盗を未然に防ぐ方法は何かないのか？もちろんあるわ。まず、知っていてほしいのが、ガス点検でガス屋さんが家にやってくるのは、点検の1週間から2週間前に必ず案内が配布されるらしいわ。確かによくよく考えてみれば、ガス点検でいきなり訪問してくるのってあまりないよな。住民が留守だったらガス点検はできないわけだし。そう。法令でガス点検は4年に一度、点検しなければならないって決まってるんだけど、その点検をする前にガス点検する予定日を記載した紙を配布しているそうよ。なるほど。ってことは、急にアポなしでやってきたガス屋には注意すればいいってことか。そういうことよ。ちなみに点検するときにお金を請求されることもないってことも頭に入れておいてほしいわね。よし。わかったんだぜ。今しっかりと頭に叩き込んだからな。予定日通りやってきたガス屋なら安心して家にあげることにするんだぜ。本当にそれで大丈夫？え？まだ他にもあるのか？もしたまたまガス点検強盗の人が予定日にやってきたらどうするの？あ、確かに。それは考えてなかったんだぜ。偶然、その日にやってくる場合もあるのか。そう。だから、実際にガス屋さんがやってきた時にも注意してほしいのが、やってきたガス屋さんの身なりよ。身なり、服装を凝視するってことか？そう。本物のガス屋さんは、ちゃんとロゴの入った制服を着用しているそうよ。そして身分証を持っていて、ちゃんと住人に提示して自分がガス屋さんだと証明してみせるの。なるほど。じゃあガス屋が点検に来た時は、必ず服装と身分証を確認するようにしないとな。もし身分証を隠しているようだったら、ちゃんと提示してもらうようにするよ。ドアを開けてその二つをチェックすれば、もう完璧だな。チッチッチッ。甘いわねマリサ。それだと強盗に遭うかもしれないわよ。え、なんでだ？だってちゃんと制服と身分証を確認するんだぞ。それ以前に、ドアを開けて確認するのがダメなのよ。え？どういうことだ？相手は男二人組よ。ドアを開けてしまえば、強引に開けることなんてたやすいのよ。あ、確かに。住人が男だったとしても、さすがに二人組の力にはかなわないな。でしょ？だから、この服装と身分証を確認するときは、玄関のドアを開けてから確認するんじゃなくて、インターホン越しに行ってほしいの。本物のガス屋さんなら、身分証を提示してほしいと言えばすぐに見せてくれるわ。なるほどな。じゃあドアを開けずにインターホン越しでやり取りすることが大事ってことだな。そういうことね。今現在では、全国各地にあるガス屋さんで騙されないようにって呼びかけをしているから、他人事だと思わずに一人一人が注意してほしいところね。もちろんガス点検強盗だけに限らず、いろんな詐欺に引っかからないように気をつけてほしいんだけど、ガス点検強盗の他にも、訪問詐欺はいろんな種類があるからね。そうなのか？例えばどんなのがあるんだ？ガス点検強盗みたいに人につけ込んで強盗しようとする手口が他にもあるのか？最近起こった事件で、2021年の1月に高齢者の家にトイレを貸してほしいと言って訪問してきた事件とかかしら。え、なんだそれ。また変わった手口だな。ちょっとガス点検強盗とは違うかもしれないけど、女性の優しさにつけ込んで家に押し入った後、女性の口をタオルで塞いで両手を紐で縛ってるの。なんだかテープで縛ってるガス点検強盗と似たような感じだな。それで、その後金庫などの金品を奪って去っていったそうよ。訪問した女性、その間隠れていた男性、
それを指示した男性の3人が後日捕まってるんだけど、指示をした男性は仕事は紹介したが事件は知らないと言ってたそうよ。仕事を紹介したって。なんだか闇バイトみたいな感じだな。そこら辺が似てるぞ。ガス点検強盗とさ。確かにそうね。今の時代、SNS でそういう闇バイトの情報なんかすぐに出回るから、お金に困ってる人が引っかかりやすいのかもしれないわね。みんな闇バイトには簡単に手を出さない方がいいぞ。下手すればその目先のバイト代だけで人生を棒に振る可能性だってあるからな。そうね。みんなも詐欺には十分に気をつけてね。それじゃあ今回はガス点検強盗について解説しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。